こんばんは、福岡の皆様、それから、配信をご覧の皆様、ガンダムシリーズの原作であり、総監督を一応やってました富野由悠です。今回三井ショッピングパークの、ララポート福岡に開催にあたり、実物大のニューガンダムが建設されましたのでご挨拶させていただきます。ご覧の通りの大きさになったのは、もともとが宇宙空間で建築現場の作業用のロボットとして作ったものです。ですからここで作業する操縦者というかパイロットはひょっとしたら 2,3 日閉じ込められているかもしれないということの可能性もあったので、こういう大きさになってしまいました。映画の逆襲の者では、地球に汚染されて、を防ぐためにそのニューガンダムが戦ったためにです、結局、特攻作戦になってしまって壊されてしまいました。今回のニューガンダムというのはその設計図面は残ってたようなので、それから再現をしたという設定で作られましたので、映画版のそのニューガンダムとはちょっと形が違っている部分はありますが、それも大人の事情ということではなくて、むしろ今回会場にこれ実物大で立っているものというのは戦った後の状態のものになっています。でどういうところが戦った後なのかということは、映画版との違いを見比べてくださいです。ただ実際にこのように今言ったようなことを想像して作られたものが実物の実際の形としてこういうふうに展示されることができるようになったという意味では、要するにものを考え想像するということがこういう実体として手に入れることができる、そしてひょっとしたら動くかもしれないという可能性も秘めているというものが、ガンダムシリーズの結果として現れています。で具体的に現在もただいま横浜でやや動くガンダムというものが展示されているということも含めて、この大きさのものが動くということがどういうことなのかということも想像していただけると嬉しいなとも思っています。でともあれです、一番大事なことはです、絵空ごとであったものがこういう形で実際の形にすることができた。それで実際の形にしてみたら、あれアニメで見るのと違う印象があるというようなボリュームというものも感じるようになりました。で実際に動かすことをやってみたときに大変大きな発見もあります。つまりこの全長が17メートルとか18メートルの大きさのものというのが素早く動かすということがとてもできないんです。でそれをむしろその動くガンダムっていうのを作る上で分かっていったときに一番知ったことはどういうことかと言いますと、この大きさのものっていうのは優しく動くんだよっていうことを教えられた。だからそういう意味ではガンダムのようなものが兵器として使われるものでは絶対ないっていうふうな全く違う視点っていうものも獲得することができたということです。今ここにある実物大のニューガンダムを見るということによって今言ったようなことも想像することができるという意味では、本当にやはり作ってもらわなければわからないことなんです。ですからこういうものを本当に作ってくれることができ、なおかつこういう場所があるから展示することもできるんです。でそういうことが可能にしてくれた関係者の方々の作業とか努力に対しては本当に心からお礼を申し上げますと同時に、こういうようなものを見て楽しんでいただくと同時にです、この三井ショッピングパークララポート福岡にいらしていただいた方には、いわゆる体感型のアクティビティのイベントというものもありますので、そういうもので体も動かしながら物を想像するということも一生懸命考えてくれるようにしてくれるとありがたいなと思います。そしてお子たちはです、そういうことがきっとできると思ってますので、こういう環境を提供していただいて本当に心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。今日このような形でご参加していただいたことに関しては本当に感謝します。で何よりもです、関係者の方には本当に心から御礼申し上げます。ありがとうございました。